こんにちは、翔太です。今回なんですけど、露伴のですねお話をしようかなというふうに思っていたんですけど、ほぼほぼですねもう皆さん、7周年のキャラクターの方にですね意識が向いているんじゃないかなと思ったので、そちらについて話していこうかなと思います。ですね、新しい、7周年のキャラ、オーディーンで武将でやってくるっていうところはですねもう確定しているところになりまして、おそらく来週の金曜日3月15日にですね、実装されるかなというふうに思います。願い返しと同じタイミングで、実装されると思いますね。特殊状態でですね新しく追加されていた機構ですね、こちらに関しては受けるダメージカットと状態上耐性無視があるんですけど、これに関しては今回ですね、やってきた、露伴についていることが確認できましたので、状態上耐性無視っていうのはですね、どちらかというとこの最悪状態の方で、作っていくのかなというふうに感じました。この渡りガラシとドライ、この2つがですねオーディンの、キャラクターオーディンにつくというふうには想像ができると思うんですけど、ほぼほぼそうなるんじゃないかなというふうに思います。で、それぞれですね罪悪2つずつですね、特徴があって、渡りガラスの方は燃焼と火傷状態耐性が減少で、ドライの方は麻痺と移行状態耐性が減少っていうところで、これら思っているキャラクターたちですね、燃焼とか火傷、麻痺、移行状態のキャラクター、の、状態状態性無視がですね例えば 65% だったというふうな場合でもですね、これによって、渡りガラスとドライをですね組み合わせてあげることで 100% を超える状態状態性無視が、実現できるかなというふうに思うので、そういったキャラクターをですね使っている方は多分セットで使ってあげるといい感じに相乗効果出るんじゃないかなというふうに思います。特に、ドライの方ですね、っていうのは、お相手がですね弓小パーティーを組んでいる場合っていうのはですね、非常にですね、強く出れるといいますか、麻痺と移行状態耐性がですね、減少すると。で、麻痺状態で攻撃を受けた時、敵の HP 上限が自身の残り HP より高い場合回避できないというふうになりますので、相手をですね麻痺にするようなキャラクター、例えば小機微のスキル2とか結構麻痺ばらまけたりしたかなというふうに思うんですけど、雷害ですね、とか付与することで相手に麻痺を、間接的にばらまいたりできるキャラクターとかもいると思うんですが、このドライを活用することによってそういうですね、雷害とか、の、反射時に麻痺にする可能性というのが高くなるというふうなところがあったりするので、非常にですね、優秀な効果になっているかなと思います。麻痺にするっていうところで、回避できないっていうところで、確かに麻痺になっていると回避できなそうな感じがするので、なんかイメージと合ってきますね、そう考えると今思ったら。で、私としてはこのドライの方に注目していますね、一応。ただ私の今使っているキャラクターで移行状態のキャラはいるんですけど、麻痺のキャラクターっていうのがあんまりいなくて、ちょっとですねそこを誰と組み合わせるのか、このキャラクターだけで十分麻痺をばらまいていくことができるのかっていうところはですねちょっと楽しみに、待っていようかなというふうに思います。例えばですね麻痺のキャラクターで言うと誰がいたかな、罪悪状態に限定はしようかなというふうに思うんですけど、麻痺キャラクター MR、 最近の MR で言うと、やっぱコキビがメインですかね。ブリムヒルドと工芸も付与することができるので、この辺のキャラクターとセットで使ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。工芸って麻痺にできましたっけ。工芸の麻痺、あれ工芸麻痺、ちょっと私の記憶違いでは、ないな。スキル2のところで一応、なるほど。敵の HP 次第ではすることができるみたいですね。なるほど。で、渡りガラスの方ですね。これ、燃焼と火傷状態の耐性が減少するんですけど、火傷キャラクターっていうのがですね、あんまり現状いなくって、正直、ちょっとパッと使えるなっていうレベルのキャラクターって、朝礼ぐらいかなと思いますね。てか朝礼だけですね、回る。
以上のキャラクターで使え、やけど罪悪使えるのって。まあなのでちょっとこっちは現実的ではないかなと思いますけど、燃焼キャラクターっていうのは結構いっぱいいるので、まあそちらのキャラクターたちと組み合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。で、燃焼あるいはやけど状態で致命傷を受けた時ダンスプラス1されるんで、これちょっとなんか私勘違いしていたかもしれないんですけど、まあ燃焼状態にさえしてしまえばですね、致命傷受けるとターンプラス1することができて、でさらにですね、両隣のキャラクターに、この渡りガラスですね、やけど罪悪、このキャラクターこの渡りガラスでばらまくことができそうな感じがしているので、まあしっかりですね、この効果も使いやすいかなと思います。まあ問題はこの渡りガラスとドライがどういった時にどれぐらいの範囲に、付与することができるのかっていうところかなというふうに思いますね。まあちょっと致命ダメージ、まあ、致命ダメージのキャラがいいな個人的には。まあ致命ダメージ無視した時に付与するとかだったらちょっとややこしいので、まあできればスキル1スキル2で、まあ、ばらまいてほしいなっていうふうには思うんですけど、まあただこれ多分1ターンか2ターンですね、最大2ターンなので、まあ多分1ターンでばらまくんじゃないかなというふうに思うので、ね、なかなかですねちょっとターン数の維持っていうのが難しそうな感じはするので、まあちょっとその辺がどうなるのかっていうところはですね、注目に、なるのかなというふうに思います。まあ逆にこの渡りガラスとドライがあるんで、このキャラクター自身に状態状態性無視がついていたりとかすると、まあちょっとこの渡りガラスとドライが 50% 状態上耐性無視とかだったら、あの微妙なんであれですけど、まあできればこれはもう 100% ある前提で、まあ本体にはあまり状態上耐性無視はついていないっていうのが理想的な状態かなというふうには感じます。で、まあ武将が来そうっていうところになりますんで、まあちょっとですね、皆さんですね、まあ、最近武将ってあんまり強くなかったんで、武将の装備を持っている方はあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、私はですね、もうあの武将の装備を別の職業に移すっていうのが嫌すぎてですね、もうそういうのはやめて、ようやくですね、先日ポセイドンが来て、やっと強い武将が来たと思って、やっとカエサルから乗り換えることができたっていう感じなんですけど、まあそうでもない方は、というか、結構多分、少数精鋭でやっている方はですね、どっちかというと、弓章あるいは、帽子ですね、に装備を集中させている方が多いかなと思うので、まあそういった方はですね、正直、まあ7周年のキャラクターに無理に装備を集約させ直すっていうのは必要ないかなというふうに思います。私も去年別に帰国時は取りましたけど、私別に帽子の装備を持っているわけではないので、別にそれで、まあ私の純主力って大体深淵さん実月にの装備で、まあ体力 HP 高めっていうふうな感じでやっているんですけど、まあそれぐらいでもですね、別に帰国時、まあ未だに使っているっていうところがあったりしますので、まあ十分ですね、使える、性能にはなってくれるんじゃないかなと思います。まあちょっと個人的にはもういい加減タンクはやめてほしいなと思うので、せっかくポセイドン来たんで、この前、ポセイドンと、まあタンクではないか、さすがにこれ、この感じは。燃焼、やけど、麻痺、移行、この4つの罪悪状態を駆使するようなキャラクターになりそうなんで、多分、罪悪サポーターかなとは思いますけど、まあさすがにあれではないと思いますね、タンクでは。タンクだったらちょっとどうなるのって感じではありますし、まあ、正直ちょっとポセイドンこの前来たんで、強法制御ですね、相性が良くなってもらわないとちょっと困るっていうところがあるんで、まあ正直ちょっとそっち優先で来てほしいなっていう気持ちはあります。この強法制御はですね、ただ非範囲攻撃の回心率になってくるんで、罪悪状態をばらまくって観点からするとちょっと相性が悪そうなんですよね。まあちょっとそこがですね、非常に気になってるところではあるんですけど、まあ私はもう7周年のキャラクターに関してはですね、もう取るって決めておりますので、まあ皆さんもですね、まあそういった方多いのかなと思うんですけど、まあなかなかどうなるのかなっていう風な感じですね。またちょっと事前にキャラクターの性能ネタバレとかあったりするのかな、まあちょっとその辺も気に、しながらですね、やっていこうかなという風に思います。まあ皆さんもですね、まあもう
多分迷ってる方も少ないんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあオーディンですね、楽しみに待っていましょう。まあ新リアリティで来るっていう噂があったりしますけど、さすがにそれはないかなと思うので、ちょっとこのタイミングで新リアリティも言うて、まあ MRC も新リアリティだと私の中では思っているんですけど、言うてそれ来始めてまだね、そんなに経ってないので、そこで新リアリティは、まあ MR 全体で見たら、まあ新リアリティ出してもおかしくないかなっていうふうにちょっと思う部分はありますけど、MR 制がまあ新リアリティかなというふうに思いますので、まあ、個人的にはですね、まあ、ちょっと武将の時代がですね、またこの OD によってですね、来てくれれば、MRC のキャラクターとして来てくれると嬉しいなというふうに思います。まあ、久しぶりに来る武将っていうところで、まあ、ちょっと装備ない方とかもいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、皆さん楽しんでいきましょう。これで今回の動画は以上にしようかなと思います。まあ、これからもですね、またちょっと次回反響の動画とか、まあ、露伴の動画とかもですね、上げていこうと思いますので、見てもらえると嬉しいです。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。